葬式の祭壇や仏壇に飾られ、日本では長年物価として使用されてきた菊の花。ここ最近、そのイメージが変わってきています。これがスプレークです。菊って言われる種類なんですけど、花束だったりアレンジメントとか、ホテルの装飾なんかにも使われているので。文豪大野市で菊の栽培を手掛けるお花屋さん文豪清川。 日本最大規模の菊農家で長年葬式用の一輪菊を関東に向けて出荷していましたコロナ禍を挟んだ葬式の多様化で一輪菊の需要が伸び悩む中ここ数年スプレー菊と呼ばれる品種の人気が高まっています花の生産については非常に 厳しい状況が続いてるんですけどうちで作っているようなスプレー菊は人気があって出荷をしてほしいっていう依頼が来るので可能性はかなりあるんじゃないかなと思ってます一本の枝に複数の花をつけるスプレー菊欧米で品種改良された葉菊の一種ですお花屋さん文後清川では5年ほど前には年間3万5千本だったスプレー菊の出荷量が 今ででは70万本に。需要がが右肩上がりで伸びています。生産しているスプレー菊の色はさまざまで、一見、菊には見えないものもあります。スプレーのの需要の拡大により、 お花屋さん文後清川では、今後、ハウスを増設し生産量を増やす計画です。しかし、なぜ今、菊の人気が高まっているのでしょうか。おしゃれな雰囲気が漂う大分市内のこちらのお花屋さんでも、菊の花を日常的に取り扱っています。大分市のフラワーショップピースガーデン。地元産や九州産にこだわって、 季節の花を仕入れています。春の花々と並んで店内を彩っているのが。この丸く咲いたのがピンポンマム、ピンポン菊ですね。ここ最近、こういった変わった色合いのピンポン菊が出るようになりましたね。店では、丸い形が可愛らしいピンポン菊や、デコラ咲きと呼ばれる特殊菊。それに、スプレー菊を扱っています。 すべて県内で生産されたもので、年々色や形が豊富になってきているといいます。これがアベラなんですけど、まあ似たような感じで、洋花としてまあ使っていくような感じ。ピースガーデンでは菊の花も洋花と同じように利用、花束の主役にしたり、アクセントとして活用したりしています。その最大の魅力は。 普通のお花で1週間、2週間って言われてるんですけど、菊の場合、1か月、持ちがいいお花を探しているお客さん多いんで、菊だけを買っていかれる方もいらっしゃいますね。1か月という花持ちの良さが魅力の菊の花は、普段使いにもぴったりです。こういった葉物と組まれると、菊だけを飾っても全然物価には見えないんで、こういった組み合わせもよく出てますね。 マムとも呼ばれるようになり、今や物価のイメージから脱却しつつある菊の花。今後、さまざまなシーンで目にする機会が増えそうです。